移動ね。はい、じゃあ皆さん、ローバーじゃねえか、女性の霊が出ると言われてるデモですね。はい、お疲れ様ね。ガイドあった、ガイドあるよ、おまけです。相変わらずね。そうね、いる。はい、川野さんこんばんはね、いらっしゃいね。本日ラストでございます。今のところ一発目は大人だね、化けたんね。うん、面白いから、島さんありがとうございます。本当にね、そう、よろしくお願いします。今のところいないね。あいみさんこんばんはね、やっしー。これがね、まあ一応ね、僕がね、過去に急にお腹痛くなったりねしてるとこなんですよ。で、過去にお腹痛いとこって結構やばいとこになって、まああの有名なとこだとね、静岡の三連トンネル、小笠山のトンネルもね、お腹痛くなったりとかしてんのにね。で、ここ2回してるんですよ、本当に。で、バケダもね、最高記録出てるし、結構電話口で女性立ってるっていうのが結構多いよね、全国的にもね。そう、急に腰痛になっちゃうの。腰痛じゃない、あのお腹が。でも今日はいなそうな感じがするんだけど、こんな感じでね、まあ、あんま使ってる人はいないと思うんだけど、まだ使えることは使えるんですよ。うん、だから虫が中にいっぱいいるからね。あ、黄色になったね、腹痛マジで。うん、様子見てるね、多分ね。あ、ダブルだね、黄色がね、黄色きてるね。いるか、今度いないな。うん、いや多分ね、俺はこういう噂聞いてるのはこの辺りに立ってる、この辺りに、この辺りに立ってるって言われてるのね。なんかあったのかわかんない、こう、もともと多分これ古墳なんですよ、多分。若干お墓があったみたいなんですよね。だから要は立てちゃいけないとこにこういう山を削っちゃって、でなんかあるのかなって思うんだけどね。そう、寂しいとこなんだよ。そう、いるっていうよね、ある人はね。ただこの山自体も結構あんまりね、いわくがあるから、結構ね、今だからこそ電気がついてるけど、昔はもう街灯もなかったしね。で、このすぐそのトンネルがあるんですけどね、そこも有名、まあ有名になっちゃってるんだけどね。うん、斜めってる、マジ斜めってる、斜めってる、これ
あ、でもちょっとそうだね、土台のとこがちょっと低くなって斜めてる可能性があるね。うん、そういえばそうだね、真っ暗だね、こうですよね。そう、赤来ねえんだよ今日は。でも昨日のが赤すごかったね、やっぱね。うん、今日は全然ダメだね。結構ね、バケタン使ってるけどあんま出ないもんね。うん、黄色は出るんだけど赤がね、もうね、黄色出てきたね。いるかもね、ちょっとね。あ、黄色きたね。連続になったね。あ、ダメだね、戻ってたね。来い、ダメだ、来ない、来ません。バケダン、今日はダメっぽいね。あそこどこが一番いい。いるのかな。ひざまずきます。ひざまずいてくれんの。母、ひざまずいてくれんの。ひざまずきますっていきなり。血まみれの出た。血まみれきた。やばい言葉きたよ。血まみれのってきたよ。血まみれ来たよ、血まみれ。やばいな、やっぱり。すごい、いや、すごくないよ。もう気合でやってるね、なんか今日はね。昨日より全然体調疲れてるね、やっぱりね。血まみれの。頼む、一度でいいから映像に映ってください。お願いします。血まみれのか。お、いた、いる、いるね。でも数値高いかな。喋んないな、あんまりな。カラスかよ。
全然喋んないな。やっぱり中にいるのかな。ポン。ラップ音ですか。すげえ静かじゃない？ダメみたいだね。え、すごい静かじゃない？うん、めっちゃ静かじゃない？なんかあ、腰が痛い。ちょっと運動しよう。あー、だり腰が、体がすごい硬い。心霊スポットで運動してみた。運動中、腰のちょっと運動。運動中です。ふくらはぎすごい張ってるな。よしよし、ストレッチ。恐怖の定点です今ね。すいませんね、恐怖の定点してます。なんかいたら教えてください。そう、でも米沢牛が食べたい。あれ美味しかったもんね、ゲズさんね、米沢牛。でもそんな高くないんだよ、2000ちょっとなんだよね、確かね、あれね、すき焼きだっけ。あれ美味しかったよな、米沢。でも遠いからね、400何キロあるか、5時間以上かかる。いる？美味しかったね。なんか風収まったでしょ。何なのこの風。何？どうしたの？どうしたの？なかった？ん？今何？風ないよね。え、何？なかった？え、出てて。え？映んなかった？何が？なかった？ん？なかなか食べれません。確か毎日食べてられないよね、あんな高級品ね。風収まった。なんか今いたね、風収まったよね。ん？え、映ったの？カメラになんか映った？見ちゃったの？そう、レードがなんか声聞こえた。え、牛？手見せたの？うどんスープさんが。やばいじゃないの。え、なんか見えちゃった人いた？え、うどんさんだけじゃないの見えてんの。手だと思う？嘘？見てたの？あ、しゃあね、山内さんね、はい。みんな見た？いや、みんなが映ってなかった？
本人だと思いますが、俺いや俺何も言ってる見てなかった今、うん、手見せてないよ、はい、見えないって、黒い塊見えなかったって、見てないって、みんな見てないってよ、え見ちゃったのかな、わか、俺も見てなかったよ、わかんなかった、うん、いや大丈夫大丈夫、まあ俺怪奇現象あるかもしれないからね、うん、うん、見たまずい、ボスが見逃したかも、ちょっと今戻してあげて、ちょっとまあ戻して見てみたら、見ちゃったらやばいんじゃないの、なんかいた？確かに映ってる、クマちゃん。ああ。それ霊障だわ、じゃあ。なんか映ってる？やっぱり。まずいよ。どうですか、いるって言った瞬間、マジ？離れた方がいい？マジ？やばい？俺疲れてるからね、今日な。今でもちょっと筋トレしたらちょっと体が楽になった。何分ぐらい前？なんかない、ないよな。え、本当？マジで。横切ったの？横切った？いや。マジで映ってる。うわーやばい。後で見る。俺見てなかったんだよな、眠くてなんかボックスの上、うん、送りますはい、ありがとう、横切りました黒いやつ見ちゃったの、え、ここの噂ってもう一個あるんですけど、その黒っぽい手を見たら呪われるって見た人、あ、でも巻き戻して見ちゃった人も一緒だね、呪われちゃうね、うん、自分も見たの、うん、見なかったことにします横切りマジ、音声バクる、上から下に動きました、あ、クマちゃん見ちゃったの、ああ、俺言わなかったんだけどごめんなさいね、そう、もう一個の説があって、もうよかった見てないよ、よかったね、たださん、あ、黒いのお前の仕方も乗られちゃいますね、多分そういう噂があるの、うん、嫌だな、多分大事だと思いますけどね、多分噂だから、噂は噂ですから、うん、見えましたみんな騙すのね、怖いから一瞬黒いのが通りました、戻って見ちゃった時点、ああ乗られてもいいじゃん別に、気にしなきゃ大丈夫だよ、気にしなきゃ、僕なんか何回呪われてんのじゃん、うん、やばいな、あ、黒い手だった、やばいじゃんそれ、僕は見ないけど呪われたくないか、誰の手だ、いたの本当に、戻ってみなきゃよかった、私は白かな、戻って見した、誰の手、ケズの手じゃないの、多分俺の手で、多分僕の手かもしんないな、うん、黒い手が見えた、僕の手かもしんないし、乗られたことありますよ僕、マジで本当にね、あのね、この11年僕やってますけど、あの本当にヤバいとこってあるんですよ、行っちゃいけないとこって、そこ行ったら普通に行った時間におばあちゃん亡くなりました、本当にマジで、そんなのあってあるのかな、真っ黒の手だったマジ、横切ったゆきねさん見ちゃったのね、ああやっちゃった、ああ横切ってる？そう。やばくね？
また横切り？今も見てたの？何？何今の見て。嘘。うん、オレンジとかじゃないかな。ならないやつ。黒いのやばい。黒すぎるような感じ。今見たんならさ、やっぱなんかあったの今。ああ、今日夢の中で出てくるよみんな。今も俺見てないけど全然なんか目がしょぼしょぼしてる。それとこじゃないんだよもう。やばくない？また風出てきたよ。ね。風出てきたよ。やばくない？うん、やばい。 M さん、黒い人が目の前でシュッて起きました。でも本当ここやばいんだよ。本当にやばいとこなんですよ。本当にリアルに。ただもうね、僕の場合はね、もうね半分寝てます。もう羽織ってる。マジ坂井さん、黒また来るぞとか言って。いや来ないでしょ、そんなしょっちゅうお化けが。もう僕ね、半分寝てますから。もうボケーっとして、もうぼやーっとしてますから。マジ帰った方がいい。ほんと黒すぎたような気がするけど。ゆきえさん見ちゃったの今。ゆきえさん、うちの見てみない？いるかもよ。泣き見たい？いや、ケースさんは大事見れないんじゃないかな。やば。また風吹いてたよね。ドルさんのいたずらで思いたい。じゃあそれでいいじゃん、もう僕のいたずらでね。その方が楽でしょ、皆さんも精神的に。あ、おやすみなさいね、皆さんね。いつもありがとうね。風、そう、揺れてるさ。私、誰か分かるか、皆さん。こんばんは。これは無料じゃできないんだよ、無料じゃ。分かる？誰か分かるかな？私が総理大臣の時に、定額給付金って1万3000円あげたんだけど、みんな直々しただろ。だから10万円あげないよ。誰か分かる？黒いの、いた。そう。似てました。僕、全然見るってな。怖いって何なのかなっていう感じかな、なんかの。サービス精神。ゴスチューブやる？やる？やるの？またやんの？でも反応しないんで、ゴースチューブ。似てるでしょ、うまいでしょ。私はマスクがね、ないと。ちょっと疲れちゃったもん。天使似てるでしょ、何気に特徴が。番号。あ、番号だって。なぜ来たのか。なぜ来たの。いや、はい、僕も帰りたい。はい、だから早く帰りたいんですよ、僕も。疲れてるから。だから最後のナンバーズ教えてください、番号お願いだ。絶対当たるやつ。ロト6でいいんですけど、できれば番号6個。番号来たよね。いくつですか、番号。めっちゃ喋るよね。半分寝てるんですよ、僕今。お願い。うわー、目の前にいる。うわー、いた。こんなはっきり映っちゃうんだ。しかも踊ってる。いたこいつか、さっきの。目の前いるよ。いるじゃん。みんな見えなかったの？いたじゃん、ここに。そうだよね。ビッグマンゴーの方がいい。確かに。でもみんなが出たら意味ないんじゃないの？いるじゃん。いたとはね、目の前だよ、だって。しかもこんな
低空でダンスしてる。もうなんていうの、首がねえよこれ。首これかな。なんか眠そう。あくびです、すいませんね、寝不足だから今日ちょっと。何気にね、何気に昨日もやってるんですよ、死んで。で、朝8時起きだったから眠たくても、人だったのかね、腹減ったな。悪魔くん、おいで。鉄、鉄だって。埋葬、埋葬来た、埋葬来た、埋葬で話す、祝福、祝福。そして番号は1番2番3番どれでしょう。いない、うん、まあ疲れたね、ちょっと今日はね。やっぱ昨日は俺まだちょっと絶好調だったけど、だからちょっと今日に影響あるから昨日ちょっと抑えたんだけど、やっぱり疲れてたね。7時間ぐらい寝てればね、ちょっと違うんだけどね。あー、なんか足が疲れてきた。いるんだね、腰が痛い。相手で、もう1時やん、何気に。あー、腰痛い。で、明日何もないからな。あの、夕方にちょっと実家行くだけだから。あ、濃いブルー出た。明日はちょっと午前中寝てよ。午前中寝てよ。寝たましかけないで。たまには少しゆっくりしよう。え？風強くなってきたよ、また。何なのこれ。何これ濃いブルー。もうしゃがんじゃねえ俺、もう疲れてた。いるんだねこうね、やっぱりね。船乗り、探知機。あ、あれ、あなたが見えてます、あなたが見えてます。やめてくださいよそんなこと言うの。もう疲れてんだから、もうそういう嘘はやめてください。はい、いないね。黄色か。あなたが見えてる。今回やばい？マジ？はい、皆さんこんばんはね。来ました。お疲れ様です。あれ？あれ？大丈夫か？あなたが見えてます。見えてる？とかさ、でもいないね。殺されました、殺されましたって言ってるけど、ちょっとマジ、ここで、ここで殺されたの？ここで殺されたんだって。無実の、無実の、あ、いや結構高くない？なんでお高いの？やばい、これマジやばいかも。ちょっと時期半分までいってるよ。
ちょっとこれやばくない？やばくない？ちょっと。いや結構高いよね。眠かし。あくびしちゃってる。すごいでしょ。心霊スポットでもあくびしちゃうぐらいの、ね、余裕ってことなんですよ。これ多分暗くてもねあくびしてると思う。もう眠たいなって。これ何で今通報高かったの。はい、山さんこんばんはね。いらっしゃいね。まあ今日ラストになりますけどね。また風強くなっちゃうんだけど、ほら。何なのこれ。やばいって、マジ風がやばいよ。何なのこれ、この風。はい。あ、ミスター B さんこんばんは、ともね。神回ですね、ちょっとね、なんかね。ケイタ、番号。番号、ケーブル。番号、ケーブル。こんばんは、ともね。だし、もう眠、だって、あくん、ほんと眠たいんだもん、だって。で、腹も減ったし。うん、数の激減。いやいや、だって眠たいのもしょうがないじゃん。だって昨日もやってんですよ僕。で今日一日動いてるんで、ね、疲れちゃったやっぱり。いや、いきなり風強くなってきたよね。何なのこれ。今日温泉すごい多い。やばいのかな。やばいでしょこれ。ちょっと今日見てると、ほら目の前にいいんだもん。だってほんとほら、帰んな、帰るかな。もうそしたら仁王立ちでもう電話ボックスに入れさせねえぞーみたいな感じじゃないの。なんかそんな感じですね。俺を横切ったらもう電話ボックス絶対入れさせねえぞーみたいな感じに悩んでるよ。うん。あ、奈々さんスパチャありがとうね。いつもね、すいません。本当にありがとうございます。助かります。本当にありがとうございます。ね、ありがとうございます。寝ぼした。あくび3回でちょっとごめんなさいね、本当に。風やばくない？なんかちょっとマジで。うん、ラーメンやってないんだもん。こんにちは。はい、皆さん挨拶してますよ。ゆるさんがこんにちはって承知しました。はい、承知してください。こんにちは。今日もお元気でしょうか、幽霊さん。はい、風きついね。さようなら。はい、さようなら、幽霊さん。またね。はい、こんにちは。みんなこんにちはって言ってます。幽霊さんがね。これ言わないと呪われるみたいですよ。そうですよね。刑務所。刑務所。刑務所です。もうさようならだって。早いよね。はい、帰りましょうってね。最後がやばくない、なんか。え、なに、なんでこんな風強いの。私は近いですよ。近い、怖いんだけど。私近いのどこにいるの。目の前でしょ。だって分かってるもん。だってもういる場所分かってるよ。私は心配でいられない。ありがとうね、本当にね。うん、近くにいるね。正面にいるからね。みんな分かってる。見えてないふりをしてるだけですよ。こっちは分かってるんですよ。そこに、こんにちは。あ、また救急車だ。なんだ。
風、マジすごいよ風が。いる？また救急車だね。この時間にでも搬送って1時でしょ。大抵でも気づかないはずだけどね。うん、寝てるでしょ普通は。だからほら心臓とか止まってたら気づかないよね。そう簡単にね、多分この時間寝てるから。朝になって私は行きます。生きるの？あ、行きますか。どこに行くの？行きますってことか。この時間に搬送してるってことは多分、まあ多分普通はもう1時じゃん、寝てる可能性あるよね。で搬送するってことは多分本人が電話してる可能性もあるね。呼吸が苦しくて多分そういう感じかもしれない。でもやたら救急車多いよね、やっぱ最近見てると。コロナの影響で、それは思うんだけどね。あくび妖怪打ちたな、うん、ね。より高いです。より高い？何より高いの？より高いって、うん、感じの。そうだよね。でも今日なんかおかしいよね、風がね。こう止んだりこう強くなったり。昨日は全然なかったんだけどね、今日はすごいよ。お湯、お湯、うん、あ、ありがとうね、どうもね。はい、どうもね、あります。うん、お湯かずっと超える。溺れました。溺れたって、溺れたって、溺れました。変化する、変化するね。風がすごい強いもんね。キーって、いやでもすごいよ。ミホ、ミホ、変化する。ミホ買うのも分かんないね、僕の方はね。神、神、なんだかんだ言って今日も200、一口4時間やってね、これ何気に何気に4時間やってるでしょ。2日で7時間、8時間ぐらいやってるのかな。こんにちはですね。風強かったな。4時間超えてる。今日も何かしちゃったんだ。疲れた今日は、さすがに。さすがに疲れた今日は。うん。SLS? これ。ほら、こういう。仁王立ちのお化けが神奈川、これね、茅ヶ崎かな。これはね、あの昔からこういう地元で囁かれるとこなのね、うん。まあ、この先はね、カップとかよく夜景を見てるとこだったの。その帰りがけに見てるらしいんだよね、噂だとね。そう、女性だって。あ、牛丼か。やってんのかな、牛丼。あ、牛丼すぐそばだな。やってるかな。見に行こう。ちょっと見に行こう。終点というか、お腹空いたな。食べれないけど、テイクアウトできるんだよね、多分ね。でも、12時、やってんのかな、20。
あ、 ありがとうね、牛丼ね。近くなんだよ、その吉牛が。やってんのかな、腹減ったな、ちょっと。テイクアウトかと。ね、そうだよね、牛丼もね。やってんのかな、ニューってんのかな、夏。いるよね、これは。感謝します。ありがとうね、どうも。いいえ。じゃあ俺今週ちょっとほら遠征でね、3時間4時間やろうと思ったのができなくなっちゃったから、まあそれでちょっとねお詫びとして3回なんだけど、今週はね頑張ってみます。まあ来週ちょっと通常通りで多分2回ぐらいだと思うけど、ほら、まあ次どっか行けたらいいんだけどな、ちょっと予定がな、まあ、分かんねえからな。どっか行きたいんだけどね、泊まりは一泊ぐらいでもね、ちょっとね、まあ200、本当はできれば200はいいんだけど、200住んだら週末なんだよね、やっぱり。来週の週末ぐらい。平日はちょっと忙しいの、俺もなんかそんなに今。でも13日以降だったらゴミをね捨ててくれるから、役所が。それ以降だったら平日でもちょっといいけどね、来週はちょっとね難しいんだよね。親をちょっと病院連れていかなきゃな、するから。そうだね、じゃあそろそろね皆さん1になったのでね、また次回ね、まあ火曜か水曜ぐらいだと思うんですけど、天気を見ながらちょっとね、今どうなんだろう天気。なんかね水曜日がね曇りになったんだよね。どうなんだろうね。あー、火曜もなんか天気悪いんだね。あと来週結構天気悪いや。なんか見るとめっちゃめちゃ天気悪いんだけど、見て。まあなんか火曜か水曜怪しいね。来週なんか全部ダメだね、全滅ってやつじゃない。でもしかしたら抽選会16日になっちゃうの、ごめんなさい皆さんね。8時50分ぐらいで抽選会ね。もし土曜日が行くとなったらちょっとね、天気悪いよ来週。まあ、今週ね3回やらしまったからね、そういう時もあるよね。あー、いて立つのも大変だわ。よし、じゃあね皆さんね、今日はこの辺で終わります。皆さんありがとうございました。ゆうれさん、またよろしくお願いします。電話お伏せでした。お疲れ様でした。Thank you.